お腹が気になるけどなかなか引っ込まない。腹筋頑張ろうとしても体が起き上がらない。首も疲れる。そういった方におすすめな、たった20秒で腹筋120回分の効果があるウェーブ腹筋を紹介していきます。今回の腹筋は体を揺らすだけです。めちゃくちゃ簡単なのに腹筋にすごい効きます。3セット一緒に頑張ってみましょう。これ3セットもし全部できた場合、360回分の腹筋効果になります。20秒できなくてもいいです。5秒だけでも正直40回分ぐらいの効果ありますんで、腹筋何回も起き上がるの面倒だなって方も今回のメニューがおすすめです。そして一番最後に下腹だけが気になる反り腰の方におすすめなクイックリフトというメニューを紹介してますんで、合わせて一緒に頑張ってみてください。それでは紹介します。腹筋を行う際はお腹に力を入れる、腰を丸めるっていう2つの意識ができないとお腹に効きません。まずウォームアップとしてストレッチを2つしましょう。スマホ持ったまま膝を抱えて戻す、これを繰り返しましょう。スタート。お腹を締めながらね、腰が丸くならないと腹筋効かないんで、お腹力入れながら腰を丸めましょう。はい、OK です。今度は肘をついたまま膝を交互に抱えましょう。スタート。できれば腰が床につくように肘をね開いてください。お腹を引っ込めながら腹筋使う感覚を身につけましょう。はい、 OK です。それではウェーブに入ります。体を起こして手を横に開きます。この手を右左って交互にブル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 っと震わしていきます。辛い人は途中に寝てもいいし、休みながらでいいです。3セット繰り返すことが大切です。しっかり力を使い切りましょう。20秒です。体を起こして手を横に伸ばして振る、いきましょう。スタート。しっかり振って、うおー、もう効いてきた。頑張って。オーケー。あー、腹筋全体に効く。これをあと2回です。行きましょう。スタート。手は小刻みに振って、オッケー。あー、効く。さあ、ラスト。これが終わったらクイックリフト最後にやっていきます。いきましょう。スタート。ボールをねドリブルする感じ。ラストはスマホ持ったままできます。このまま体を起こしてお尻を上げ下げ、これだけです。足肩幅です。もし頭疲れたら頭持ってていいです。最後20秒いきましょう。スタート。体を起こしてね、下腹を使う感じで骨盤を起こします。グッグッ、しっかりお尻見て、オッケー。あー、痛かった。
お疲れ様でした。頑張ってた人はコメントください。